花ちゃん、こんにちは。おばあちゃんの孫の花ちゃんもニューヨークにいるのよ。だから花ちゃんとお話しして嬉しいわ。今日はどんな質問？長岡京って本当にあったの？本当にあったわよ。どこ？京都の近くで、大阪の方へちょっと行ったところ、高槻市ってあるじゃない。あの辺に長岡京市っていうところがあるのね。で、その長岡京市の隣が向こう市っていうところ。本当に都があったのはほとんどが向こう市っていうところの中なんだけれども、まあでも長岡京市の方のところにも関係のあるお寺だとか、そういうちょっとしたものがあったのね。でも、遺跡とかあるの？遺跡ありますよ。たくさんの人がね、掘ってくれて、というか、グループの人たちが、もちろん、市の協力とか、それから県、奈良県、京都府、その協力はもちろんなくては、やたらその辺掘れないでしょ？だけれども、もうすごいいろいろなところをきちんと調べて、中にね、1000回以上もきちんと発掘をして、いろいろ調べてくれたっていう人たちもいるし、もう本当に多くの人々が、どういうふうなことが昔あったのかな、ということで調べてるのね。でも、穴とか石碑とかはあるけど、建物残ってないでしょ？どうして？建物は、必要なものとか、良い建物はすべて、平安京へ、京都へ、都を移したんだけれども、実はもう792年ぐらいの頃から話があって、793年の時には、この辺がいいんじゃないかとか、この辺に何をしようとかっていうことで、もちろん風水っていう思想があったので、その噴水、それを使って、そこのどこの場所がいいかっていうのは、水の便とか、そういうことだけではなくて、それこそ風の流れ、木の流れ、山やそういうものがどこにあるかとか、そういうものもすべて計算して、それで場所を決めた。だから何年も実はかかっているのね。それで最低の建物はもちろん建築し始めなければいけないわけでしょう。だから、その最低必要な建物はもう建築する。そして、移らなければいけない貴族の人たちとか、お公家さんたちとか、ビジネスの人たちもそうだけれども、そういう人たちは、ある日いきなり、はいっていうわけにいかないから、前から知らせておいて、彼らは彼らで、建築材料だとか、人だとか、場所を確保したりとか、様々なことをしなければならないでしょう。そういうことをしていたわけね。で、長岡京からは主なものは移築をしてしまったから残っていない。でもそれっておかしいじゃない。だって長岡京は平城京から来たわけでしょ。平城京にはもういろんなものがまだ残ってるじゃないですか。未だにもう千何百年も経ってるのに。だからどうして長岡京だけ物を動かしたの？そうじゃないのよ。昔はそういうのが慣習だった。でも反対に平城京から物を移築しなかったっていうのが、他の都を移すという、どんどん都を移していたじゃないですか、昔は。で、その中では、平城京から移さなかったっていうのが異例だったっていうことかな。じゃあ長岡京は全て新しくしたわけ？そうでもないの。浪速京というのがね、平城京の前にあっていろんな建物があったので、それを持ってきたっていうことはあるらしいわよ。川があったでしょ、淀川。だから水運があって、で反対に平城京から移すっていうのは全部陸じゃないですか。山もあるし、だからとてもしにくい。昔はね、ダンプカーとかなかったし、鉄道もなかったし、だから頼りになるのは平らな土地、もしくは平らな土地だったら牛や馬を使えるでしょ。で、
もしくは水運、川が、大きな川があるということが非常に大事だった。そこから言うと、なにわ橋から持ってくるというのは非常に理にかなったやり方だったのね。でもなにわ橋って都になったことはなかったでしょ。都というか朝廷が置かれたことはなかったでしょ。ありましたよ。ほら、斉明天皇、光玉天皇のお兄さんがあそこに都を作ったことがあったでしょ。中の上の王子が継がなくて、その間に一子の変っていうのがあったじゃないですか。で、光玉天皇が辞めて、でそれでお兄さんに継がせたわけでしょ。でその時の光徳天皇というのが何話に都を作った。もちろんそれもそれまでのように人々を全部そこへ住ませたとか、町を作ったとかいうことではなくて、宮、必要な、天皇が住むところで、天皇の関係者が住むようなところをそこにあちこち作った、お寺を作ったというようなことでいたんだけれども、立派な建物は随分あったのね。でそれは副都制度っていうのが唐にあったんだけれども、大きな都を一つ置いて、その他に政治の中心、経済の中心を全く同じ一箇所に集めてしまうということが、いろんな意味でリスクもあるし、それとかいろんな理由があるんだけれども、簡単には説明できないのでそのぐらいにしておきますけど、なにわの都というのは海に面していたでしょう、瀬戸内海の。だから外交的にも、もしよその国から人が来て、でまず福岡博多へ入りますよね。で太宰府へ行くかもしれない、行かないかもしれないということで、そこを通って瀬戸内海からこちらの近畿地方の方へ入ってくるというふうなことがあれば、外国の交易船にしても外交の施設にしても、すごいところがあるな、立派な都だ、日本はすごいというふうに印象づけるためには、そこに外交的な意味でも大きな海から見えるようなところを、港から入ってくるとうわって思うようなものを作らなければならなかった。これはよその国でも同じことで、例えばイギリスのリバプールなんかは、港へ入ってくるところ、一番大きな港だった時があって、で港へ入ってきた時に、その周りにわーっと素晴らしい建物を、政府の建物などを建てて、外国から来た人たちを大英帝国の意向を示したというようなところがあるのね。他の港もそうだけれども、今は衰退してしまった港でもそういうところが今残っているというところがある。日本の場合は木材でできていたし、もともと移築が可能なようなものを作っていた。そこで何話の底から外してきても構わなかった。淀川の泥が溜まってきていて、港がうまく機能していなかった。だから港の位置をずらさなければいけないということが起こってくるんだけれども、そういうこともあって、必ずしもその港が唯一の外交施設に対してっていうものではなかった。機能が衰えてきたというところがあったわね。それと二つ目で、三つ目としては、国が本当の意味で栄えてきたので、脅しというか見てくれだけを整える必要がなくなってきた。もし外国から外交的な施設が来た場合などでも、京都へ来てもらえば、どれだけ日本の国が栄えているのか、朝廷が立派なものなのかということを知ることができるような都を作っておけばそれでよいというふうに、これは桓武天皇の考え方でもあるし、これから先平安時代を通して国風文化というのが出てくるんだけれども、外国にばかり目を向けて、でどこと比べてこういうふうにしなければとか、あそこと比べてこういうふうにした方が良いとかっていうのではなく、日本の中で日本のために、日本の人たちがよく暮らしていくにはどうしたらいいんだろうとかっていうことをひたすら工夫していくという風潮が起きてきたというところもあるのね。その裏には唐が衰退してきたというようなことで、国が衰退してきたというようなことがあったし、また新羅の方も、新羅は新羅で統一新羅を作ったものの、国自体が非常に
大変な状態に陥っていて、で、牧会などとのやり取りとか、こともあったので、まあ、日本に対して特に、まあ、脅威ということではなくなってきていたというような様々な理由があって、京都へ移るというわけです。ちょっと長くなりすぎましたので、今回ここで一度終わりにするわね。花ちゃん。はい、ありがとうございました。